横部城、横部観光集落跡佐賀県神崎市、神崎町横部にあり、現在では公園として整備されている。観光集落としての意向が残っている。西島城は佐賀県宮城郡宮城町西島にかつて存在した城。筑後川に面した場所には、筑紫平野には古代より皇居と呼ばれる堀に囲まれた数多くの観光集落が存在していた。 平安時代中期以降は、その地の豪族が、各自の館を中心とする農村集落の内外を皇居で囲み、観光集落を築いている。西島城は、その観光集落の一つで、室町時代に横岳市により整備された、皇居発達地帯の平城である。中世の筑後川は、城から1キロほどを蛇行しているため、川を防御に利用した水城でもあるとも言える。 本丸は周囲よりも高く水害時にも冠水することはないという。西島城の遺構で現存するのは堀のみである。なお、横岳市の築いた城で遺構が残っている城として横部城がある。西島城もこのような観光集落を城に整備した平城であったと推測される。この地の豪族である西島市が佐賀県宮城郡宮城町西島に観光集落を築いて、 拠点とした。室町時代の文安元年に、小二一門の横岳よりふさが、峰軍の拠点として、西島の観合集落を徐々に整備して、西島城の城郭を築いた。明王六年に、小二正助が、大内市、渋川市の軍に敗れて自陣した。正助の維持の小二元は幼少だったので、小二氏所流の横岳指定に、西島城にて保護された。 A62 年の小児冬なおが、竜像寺高信に敗れて、自陣して、小二氏は滅亡した。その後、北部九州の最大勢力の大友氏は、小二家最高を大義名分として、冬、なおの弟である、小二政教を立てた。A66 年以降、竜像寺高信は、横岳鎮定の守る西島城を攻めるが、失敗している。天正三年に、竜像寺氏に降った。 ありがとうございます。